に聞くと、素晴らしい起用。渡来の中日入団。元ドラゴンズコーチの荒木さんが、もし渡来が中日に入団していたらについて言及した。もし渡来を獲得したら、どこ守るの？やっぱり内野の予定だったと思います。その選択肢はあったんだ。噂に聞くと内野手でやらせると。内野を首になって外野行ったんやろ。一年後は投手やってそうやな。外野手という選択肢はなかったんだな。エネオスでも長く外野だけやってたからね。中日に入団しなくて救われたな。横浜なら大体は外野一本でやらせてくれそう。中日よりはね。秀則がいれば鍛えられたけどな。荒木さんの力があれば内野でもなんとかなったかも。守備によって打撃が不振になる場合は多い。打つ方はなんとかします。無難に横浜に行けたことで野球人生は安泰やな。根を見ちゃうとマジで新人がかわいそうだから。立浪、トレードで取るか。現在、動画を一緒に作成してくださる方を募集中です。報酬もしっかりとお支払いするので、興味のある方は当チャンネル、X の DM までお気軽に連絡ください。